けれども、それは門司港のレトロの事業とか、まあ、そういう感じで門司港を盛り上げようって感じもあるんですけども、自分自身もなんかそういった感じでそこから思い出とかそういったとこから抜け出せて、また新しい思い出を作りたいと思ってる。だから門司港もまあレトロでそうやってやっておりますけども、まあ、昔のままじゃなくて、またそこから新しいレトロというか街になってくれればなと思っております。とにかく門司港っていうのは僕自身です。にぎやかな足音が通り過ぎたようだ、夕暮れ迫る街に汽笛が響く、待たせたねと笑いながら、あなたが来そうで、門司港雨の似合う街、もう少し歩いていたい街。ということなんです。なるほど、ねね、すごい、あれだけ自分のね住んでるところを自信を持って、そうですよ、ね、自分自身って言えるなんてすごい。山形さんですね、麻藤さんのように結構冗談が好きで冗談ばっかり言われてる方だったんですが、門司港のお話をお聞きしたら急に真面目になって、こうなんですって言われてましたのが印象的でしたね、はい、だから本当にね、雨の似合う街、それと歩いていくっていうかな、車とか使わなくて、そうです ね, ね、なんか人と人の触れ合いをこう探る街には本当にいいみたいですね。私も今回で